はい、それではインフォメーションエクストラクションフロームイングリッシュアンドジャパニーズレジュメ with ニューラルシーケンスラベリングメソッドということで、簡単に言うと英語と日本語のレジュメから、まあ、ニューラル的な手法で情報を取ってくるというものです。まあ、目的としてはその会社に PDF で、まあ、レジュメが送られてきたときにそれを、まあ、自動でこういう会社が用意しているフォーマットに、まあ、テキストを出力する埋め込むというようなことをして自動でデータベースを作り、その個人情報のデータベースを作りたいというのが目的です。で、実際の実験方法なんですけど、まあ、PDF からまずテキストを抽出してその系列ラベリング問題として扱うっていうのが今回の方法です。で、その英語はまあいいんですけど、日本語の場合は履歴書と職務経歴書がまあ来るんですけど、まあ、今回はその職務経歴書に対してだけ行っていて、まあ、なので今回レジュメって言ってるのは職務経歴書を表しています。で、実際にその実験で使用したツールなんですけど、まあ、テキスト抽出には PDF ボックスで、その実際に情報を抽出する NER はそのニューラル NER というものを使っています。で、携帯素解析として、まあ、メカブではユニディック辞書を使って、ユニディック単位で区切って英語ではスペースというものを使っています。で、分散表現自体はその NWJC というコーパスをワード2ベックで学習させたワード2ベック、NWJC2 ベックというものを日本語では使っていて、英語では、グローブで Wikipedia コーパスを使って学習したものを使っています。で、実際その、ニューラル NER のモデル構造というのがこの、まあ、LSTM-CRF というような感じで、まあ、単語がに対してその分散表現とその単語のキャラクターに対する LSTM をかけたものを結合して、それに対してまたバイ LSTM をかけ CRF で出力予測ラベルを予測するというようなモデルになっています。で、その実際に実験するのデータセットなんですけど、まあ、英語では543人分の文章数があり、日本語では142人分のデータがあります。で、それに対して、まあ、単語数とは、まあ、日本語ではユニディックで、英語ではスペーシーで区切って単語を数えると、まあ、一応日本語の方が1000、英語の方が670ぐらいということでした。で、それに対して実際にラベルを予測するんですけど、まあ、英語と日本語で一応ラベルを予測する数も違っていて、英語では15、日本語では64というふうになっています。で、英語ではその名前や大学名、会社名、まあ、スキル等の、まあ、ほとんどその単語というかフレーズに対してしか情報は抽出しないんですけど、日本語に対してはそれに対してさらに、まあ、職務内容や自己 PR といったようなその文章っていうのもそのままそれをその文を一つの情報として抽出したいっていうふうな問題となっていて、その実際にラベルの分布を見てみると7割ぐらいはその、まあ、単語の割合で何が振られたかを調べると7割ぐらいはその文章で取りたいラベルがほとんどなんで、まあ、純粋に英語と日本語で同じ手法ではできないとは思うかもしれないですけど、今回は全く同じ方法を使ってニューラル NER にかけて予測をしています。で、実験設定なんですけど、その、まあ、ここでいうその分散表現とキャラクター LSTM っていうのを一応その今回の目的ではそこら辺がそのスキルや大学名っていうのがそのエンベディングの影響がかなり強いだろうっていう予測でやったので、実際にちょっとそのがどれぐらい影響するかっていうのを、まあ、今回調べてみました。で、まあ、こう設定としてはキャラクター LSTM ありなしと、まあ、ワードエンベディングが学習されたのか、まあ、もう初期値で完全にランダムにしてやったのかっていうこの4つの設定で実際に行って、英語ではまあそのまま予測通り
キャラクター STM とプリトレインされたワードエンベディングっていうのが一番、まあ、使ったのが一番精度が高かったと。ただ日本語の場合はなぜかキャラクターだけを使った方がで、まあ、つまりワード分ランダムな分散表現した方がなぜか精度が高いという結果になってしまって、まあ、それがなぜかっていうので、まあ、一応こう、考察になりますが、まず考察としてまず日本あその前にまずこの右側が学習の、トレインデータの学習の、F 値を表しているもので、まあ、英語の場合はほぼ収束してるんですけど日本語の場合はかなりこの揺れが激しく、まあ、なんか収束がうまくできてなく学習ができてないかもしれないっていうのがあり、でその原因としてデータのやっぱりまず一番大きな原因が文章をそもそも文を入れるんですけど実際はそれに対して全部同じラベルを振らないといけないデータっていうのがまあ7割ぐらいあってそれに対して頑張ってまあ予測するっていうのもかなりおかしな話ということで、まあ、それに、まあ、無駄な部分に学習のコストは振っているっていうようなことやその文章の構造によってはそのまあ、エンベディングが最初は効くだろうというふうな仮定でやってたんですけどその同じように例えば会社名であっても複数のラベルに振られるようなことがあって例えば自分が働いている会社名であればそれは普通に会社名でいいんですけど業務内容の中で顧客として会社名が出てくるような場合とかがあり、まあ、そういうのが含まれるとやっぱりそのエンベディングがとして情報はほぼ同じだ入力はほぼ同じでも出力が異なるみたいな、まあ、場合が出てきて、まあ、そういうのが大きくこの学習の揺れが出る原因になっているのではないかと思っています。で今回の結果をまとめると英語の方のは別にこのモデルでもほぼいい感じにできていて、まあ、ただ目標としてはもう少し精度を上げたいっていうのが。で、日本語の場合は、さすがこのままではまずいっていう、まあ、かなり問題はあるだろうっていうので、まあ、まず、この2点、考察で上げた2点を、何らかの形で、まあ、改善する必要があるだろうと。つまり、まあ、句と文を分割するといったことや、まあ、構造に依存したラベルをどうしたらいいかっていうような問題を、まあ、解決しないといけないというふうに考えています。で、まあ、今後の予定として一応なんそのできるだろうと思う手法についてちょっと挙げているんですけど、まあ、その中でもこの文書構造の、あの解析っていうのを今第一に考えていて文書構造っていうのが、まあ、職務列車があったらその、まあ、ここのブロックこの文の塊は業務概要を書いている、うん、で次の塊はスキルを書いているといったような、まあ、そういう塊を検出するっていう資料をまずまあ前段階でしてその次に NER を書けるっていうようなことが、まあ、おそらく日本語では必要になるだろうと考えています。で実簡単にそのこの142のデータセットを一つ一つに、まあ、その人手でラベルアノテーションして簡単にこの分散表現のとキャラクター STM の出力のところに同じように結合その組成を結合して試して NER で試したら一応 87% ぐらいの精度は確認することができたのでこれについてもう少し詳しくやっていこうとしています。以上で発表を終わります。